1. 1ダークエンパス、最も危険な人格タイプの5つの兆候。2. ダークエンパスは非常に魅力的で、よく理解力があると感じられますが、その裏には深い闇が隠されています。3. 彼らは他人の感情を理解し、それを利用して自身の利益を追求します。これがダークエンパスの最も恐ろしい特徴です。4. ダークエンパスは自己中心的で、 他人を操るために彼らの感情を利用します。彼らのエゴは、他人の感情以上に重要です。5. 彼らは周囲の人々に対する洞察力と理解力を持ち、それを最大限に利用して自分の利益を得ようとします。6. ダークエンパスは、他人の弱点を見つけ出し、それを利用するためのたくさんのエネルギーを持っています。7. 最後に、 彼らは自分たちが傷つけることなく他人を操る方法を知っており、それがダークエンパスが最も危険な人格タイプである理由です。